ギリシャのクサンティニアルブダル、ホジャ鉄家。マケドニアのテクボにある1538年に建てられたアラバティバーバ鉄家。ヨーロッパに残存する珍しい建物。鉄家はタリーカの信者らが集い、礼拝、儀式などを取り行う修道場。オスマン帝国時代にはデルギャフやアースイタネと呼ばれた。一部のタリーカにおいてハーンカート、アースイタネという名前は、 中心地となる鉄家を指すこともある。鉄家の大きさは、タリー化によって異なる。一室の鉄家だけでなく、様々な施設を含むキュリエのような見た目の巨大な鉄家もある。通常、シントラは週に一度決まった日に、一つの空間からなる鉄家に集まり、それぞれのタリー化の教えに基づいた儀式を取り行う。モスクなどを併設した大きな鉄家での儀式はより規模が大きく、 長い時間をかけて行われる。これらの鉄家には、大抵、シャイフの住宅、デルビシュが泊まる、建物、台所、洗濯場、ハマムのような場所、タリーカ関係者が、宗教的儀式、談話や、ズイクルなどに励む、修道場が含まれる。中心の鉄家は、より多くの施設を持つ。例えば、ベクタシュ教団の中心地、ネブシェヒル県ハジュベクタシュ村のハジュベクタシュベリ、 修道場は三つの庭のある複合施設の構造を持つ。ここでの主な建造物は、ハジュベクタ・シュベリの霊廟、バルムスルタンの霊廟、台所、食料保存庫、洗濯場、談話室、メスジトなど。古くから、ある食料庫やベーカリーは破却された。メブレビー教団の中心地、今夜のメブラーナ修道場にもメブラーナ霊廟、千枚の場、メスジト、厨房、 デルビシュ、デデとジェレビーの部屋がある。鉄器には、タリーカの中心人物が埋められた霊廟、ハズイれと呼ばれる、小さな墓が併設される。トルコでは1925年のトルコ革命の過程で、鉄器は閉鎖され、タリーカの活動も禁止された。後に鉄器の一部は、博物館として開放された。ありがとうございます。